明治天皇と日露大戦争は、1957年公開、渡辺国を監督、新東方制作による戦争映画である。ロシアの南下政策に、戦々恐々とする人々、武力侵攻を主張する七博士、午前会議、国交断絶、と日露戦争開戦までの経緯が描かれ、二川上陸、旅順港封鎖、航海大会戦、二百三高地、 冒天入場、日本海海戦、大勝利の超鎮行列までを、明治天皇の漁勢を織り込みながら、パノラミックに描いた歴史ドラマ。大倉三が社長に就任し、渡辺国夫監督の手腕のもと、体制立て直しを図る、浸透法だったが、ヒット作が続かなかった。そこで大倉社長は、それまでの日本映画では、天皇の姿を出すこと自体がタブーだった中、 ここ一番の大勝負と天皇をネタにすることを思いついた。1957年正月、前年に宝塚映画をやめ新東宝に入社した嵐勘十郎の京都の自宅に5月のゴールデンウィークに超大作を出すので主役をやってほしい、ついては社長直々に相談をしたいと大倉から使いが来た。荒間は随分先の話にしては請求なと 内容について聞いたが、日露戦争の話としか聞いてません。詳細は、社長と渡辺監督から申し上げます。ともかくおいでくださいと、切り口上で返すだけ。アラカンは、正月早々からなんとけたたましい、乃木将軍でもやれということか、いなと思ったという。翌日、東京本社に出向いたアラカンに、大倉は、明治天皇をやってほしいと切り出した。 アラカンは、びっくり仰天し、空空きまへん、不経済ですは右翼が殺しに気よりますと断ったが、渡辺監督は涼しい顔で、大丈夫や、僕かて、右翼やないかと返し、大倉は、この作品に社運をかける、総天然色、大シネスコ、制作費に億円と熱弁を振るい、菅重郎君ん、第二本最初の天皇役者として歴史に残りたいと、思わんかね君と説得にかかった。 元活動弁士仕込みの説得力もあり、アラカンはシネマスコープに心が動き、考えさせてもらいますと答えた。ところが、翌日の新聞には、デカデカと明治天皇と日露大戦争主役を引き受けた嵐勘十郎、怖く感激云々と宣伝部が談話をでっち上げて発表してしまっていた。こうしてアラカンはこの大役を引き受けざるを得なくなった。アラカンは、 前代未聞の明治天皇役をどう演じるか悩んだ。その姿を見た大倉は液恵を暗示、アラカンが撮影所に来る時にはハイヤーで送迎し、ハイヤーが新東宝撮影所に到着すると、大倉以家新東宝の重役、スタッフが勢揃いして出迎えし、陛下のおなりと呼び合うことを日課とした。アラカンは後年、この日課により、自分が本当に、 天皇陛下になった気分がしたと実会している。荒ンは日本初のこの大役に雲の上のお方で人間臭い演技で消しません。にっこり笑うてもあかん。というて、能面のように無表情ではほにしか見えんと四苦する。もし昭和天皇をそっくり真似したらそれこそ不景在、喜劇になってしまいよる、お手本おまえん。象徴的にイメージ作らんならん。これが、 天皇陛下やと見る人に納得させな主役として、落第や、ほんまに苦労しました。この役作りはと振り返っている。撮影に入ると、三宅の人間や、元、海軍中将といった人たちが大勢来て、古文業をもらっていろいろと指導してくれた。が、実際は誰も、明治天皇をそばで見た者などおらず、その通りにやっても芝居にならないため、荒間は、はいはいと聞き流したという。 結局、己の心にあるイメージで、恐れ多いお方や、大臣やと思うままに演じれば良いと思い当たったが、そこまでが苦労だったという。宮内庁からは、皇室関係を描くときには、宮内庁の許可を得よと、クレームが来たが、この時も天皇になったつもりで、作用か、良きに図らえ、誠に気分がよろしいという調子だった。総天然色ということで、照明の量が、 通常の4倍となり、天皇役だけに直立不動を強いられた。他の俳優が撮影の合間に、外へ、風に当たりに出ても、荒んだけは椅子に身動き一つせずに腰掛けて、待っているという状態で、おかげで汗もだらけになったという。こうして1956年12月、日本初のシネマスコープ大型映画として、制作を開始した本作は、翌1957年。 当時の天皇誕生日の4月29日に、総天然色、シネパノラミック方式、大シネスコ、全国民が一人残らず見る映画、と名打って公開された。大倉の意気込みに反し、日本初のシネマスコープ映画としては東映が、大鳥城の花嫁をシネマスコープで急遽制作、4月2日に公開したため、記録は奪われた。本作の制作当初の広告にあった。 日本最初の大シネスコツに出現の一文は公開時には使えなかった。戦艦ミカサとクイアージスボーロフのミニチュアには手法が自動射撃できる精巧なものが使用された。作家の中野茂春は自宅の桜の枝がスタッフによって切られてこの映画の背景に使われたと記録している。後年の戦争映画のように特撮が全面に出た作品ではなく、 新東宝というジャック障会社の制約からオールスターとも言い難いキャストではあるが、美術その他で十二分に超大作の異様は備えており、特に群衆シーンは日本映画史上でも特筆すべき規模となっている。商売人として知られる大倉社長の発案で、シネマスコープの設備が間に合わない劇場と学校などでの巡回用に、 本作は、シネスコカメラとスタンダードカメラの2台のカメラを並べて、同時撮影が行われ、シネスコ版とスタンダード版の2種類が作られた。西本忠がカメラを回した、スタンダードサイズ版は、2週遅れの同年5月14日に、公開された。作品完成後に行われた、試写会は、時の皇太子も閲覧した。近代の天皇を俳優が演じることに対し、 不謹慎ではないかという批判や、試写会後にも敗戦後十年少々しか経っていない今、五十年も前の勝ち戦を描く企画に無理があるという、朝日新聞の映画表もあったが、公開されるや空前絶後の記録的な大ヒット映画となった。新東方の上映館は数が少なかったため、小畜絵拝に依頼して上映館を増やしたが、都内では新宿オデオンザ、池袋、 文芸座、メグロライオン劇場といった二流、三流の映画館ばかりでの上映だった。それが映画工業史上の大記録を打ち立てたのである。上映したすべての映画館は、すし詰めの超満員となった。客席ぐるりを、ラッシュアワー並みの立ち見客が囲み、中央通路や最前列前の通路まで隙間なく、床に座る観客、ロビーにまで人が溢れ、 上映が始まってもドアが閉められないほどだった。戦前の日本と日本人の姿がそのまま再現された映画であり、新中軍の占領を経て、戦前の日本と手を切ったはずの民衆に衝撃を与えた。観客動員数は2000万人、日本人の5人に1人が見たと言われ、日本の映画工業史上の大記録を打ち立てた。配給収入5億4000万円は、 風切り映画の入場料150円の時代の大記録であった。日本語版のまま封切られた台湾でも同地で公開された日本映画史上最大の観客動員数を記録している。1958年1月23日、アメリカ合衆国のニューヨーク近代美術館でエンペラー・メ治ジ・アンド・ザ・グレートル・ソ・ジャパニーズ・ウォーのタイトルで上映された。劇場では、 嵐勘十郎を演じる明治天皇が登場すると思わず手を合わせる人も多かったという。その結果、姉妹編である天皇皇后と日清戦争や明治大帝と乃木将軍のほか、事実上その総集編である明治大帝後一大記まで作られた。嵐勘十郎は日本ロマンス旅行で仁徳天皇を皇室と戦争と我が民族で 神武天皇を演じている。新東方創立10周年映画の新日本沈道中東日本の巻でも再び明治天皇を演じている。大倉社長によるこれら天皇役の2番戦時のご利用しには荒間もへきへきし、ふっつの顔もサンドや、こうたびたび天皇をやっていいものやろかと思いましたと語っている。公開後、風切りだけで、 公衆8億円という空前の大ヒットに、大倉社長は得意満面で、アラカンに、貫重郎君ご苦労でしたと10万円のボーナスを弾んだ。アラカンは、8億円稼いで10万円、銭残す人は違いますなと皮肉っているが、汗もだいだと思って、これを受け取った。が、京都に戻ったアラカンに宣伝部が、闘撃で外線工業をやるから、衣装をつけて、 挨拶に出てくれと、社長命令を伝えてきた。アラカンは、あの十万円、ギャラや単価と呆れ返り、すまんが、お断りや、皇室を利用にて銭儲けてもかめへ変、わての知ったこっちゃない、せやけど少しは遠慮しなはれ、明治天皇、サンドイッチマンにする両見かと返したところ、それでさたやみになったという。アラカンはこの役を終わればまた、ただの役者と割り切っていたが、 世間はそれで許してくれなかった。これ以後、小学生まで、明治天皇の写真を見て、あらかんだと言い,い、天皇崇拝者たちからは達筆で、あなた様が生活のためと言え、くだらぬ、剣劇映画等に出演をしていられますのは誠に、遺憾千万のことに、ご座行などと手紙が来る始末であった。剣劇スターとして、これにはあらかんも、ほっといてもらいたいと憤慨し、 ほんまに忠義な人は戦争中に死んでしもうた。これが天皇藩の不幸、日本の不幸やと嘆き、今になれば一つの勲章。天皇はにやれたのも役者冥利としながらも、しばらくの間は恨みのネタでしかお前なんだと振り返っている。大倉三次は本作に社運をかけるとして、大変な意気込みで、キャストもスタッフも新東宝の人員だけである。 よそからは呼ばないとの方針で文字通り総力結集、社内一丸となって制作に当たった。結果、本作の大ヒットで新東宝はそれまでの負債を一気に完済した。批判を恐れず大胆な企画を実現させた点で、新東宝社長就任2年目にして、大倉の手腕が認められたが、この桁外れの大ヒットが、同社における大倉のワンマン体制を加速させることとなった。 公開後の年末年始の大倉社長の挨拶はかなり鼻息も荒く他者は問題じゃないと天下を取ってやるとの意気込みで目立ったスターは必要なく新体制以前のように他者からスターや監督を呼ばなくともやれるのだとの持論である企画第一主義を強調したという社内の役者や監督しか使わないとの方針はこれは若い役者や監督にチャンスを増やすことであり彼らにとっては 希望を持たせるもので、結果的に本作の大成功が社内での大倉社長への評価を高め、大倉ワンマン体制への転換点となっている。このワンマン体制は、作品の主題を俗化させたが、一方で、石井手良の地帯シリーズのようなハイカラモダニズムと、怪談映画のような土俗的テーマの激突を起こし、新東宝の個性となっていく。1971年、 この年9月から10月にかけて、昭和天皇と皇順皇后が行ったヨーロッパ訪問を受け、大倉映画の主導により、天皇陛下ご法を記念特別上映。とめ打ったニュープリントによるロードショーが行われた。東京都内では、上野 o p 劇場にて一本立で公開。北海道では、札幌大英劇場にて中心蔵との二本立で公開された。 また2012年7月30日には、明治神宮の明治天皇百年祭において一般向けに敷地内で屋外上映された。ありがとうございます。